ノボルジェフの紋章、ノボルジェフは、ロシアのプスコフ州中部にある都市。人口は2002年全ロシア国勢調査で4125人。ノボルジェフは、州都プスコフから南東へ140キロメートルほどの位置にある。ベシャニジ丘陵の北縁に位置する町で、周囲は、ベープシコへ注ぐ川の流域にあたる。町の近くには、ロスソコとオルショコがある。 サンクトペテルブルクドノーノボソコリニキビチェプスクを結ぶ鉄道が東の方を離れて通り最寄りの駅までは4 0トルかかる。またサンクトペテルブルクネベリビチェプスクを経てウクライナへつながる高速道路 M20 が街の西方を通る。ノブゴロド公国は1396年リトアニア大公国との国境地帯にルジェフ要塞を築いた。この要塞は リトアニア、ポーランドなどとロシアとの戦いの中で何度も破壊され、荒廃し、そのうちに、ルジェワプスタヤと呼ばれるようになった。1536年の戦いで、さらに破壊され、この地方の中心はよそへと移された。1777年、エカジェリーナ2世紀の行政改革で、プスコフ県が設置され、その中の一つの軍の行政の中心は、ソロと川沿いに作る。 新たな計画都市に置かれることになった。この新都市が新しいルジェフ、すなわち、ノボルジェフと呼ばれるようになった。結局この新しい都市は、ソロと川沿いには作られず、オルショコハンのオルショ村に作られることになった。第二次世界大戦では1941年7月17日から1944年2月29日まで、 ドイツ軍に占領されたが、ソビエト連邦軍の第二バルト戦線により、奪還された。ノボルジェフには、歴史民族博物館がたつ。ポサドニコボの村には1739年に、建てられた、火山の生神女聖堂があり、マールイベフノの村には18世紀から19世紀に、かけて建てられた、精神助飛護聖堂がある。主な産業は、農業のほか、建材、繊維。 食品など、ありがとうございます。